白雲の章、古月の節、宗派の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。追っ手は巻いたようね。ここは帝国軍の仮設陣地の一つ。軍勢を整えるくらいはできましょう。それで確認しておきたいのだけれど、あなたたちは本当についてきてよかったの？さすがにフレンはいないみたいだけれど。やべ、先生が駆け出したからつい全力で追っちまったぜ。カスパル、判断できないもの死にます。戦場の露ですから。私、帝国共にある同盟するブリギット王の孫です。いや、やっぱりついてきたらまずかったですかね。失敗でしたか。でも私の家帝国にありますし、先生も一緒だし、どうすればいいんです？俺はそれでいいと思うけどな。ただ反皇女派だった家もあるしな。私のことか。私は自分の判断が間違っていないと信じたい。君が皇帝なのだ。それに君をいさめられるのは私くらいのものなのではないかな。ふう、僕は知ってますからね。あなたと戦うのが一番面倒だと。私はエーデルちゃんというより先生についてきたのよ。当然だけど領地なんてないし、ヒュー君は不本意かもしれませんけど。戦力は多いほど良いですからな。この際理由など何でも構いませんが。皆の考えは分かったわ。ならば今一度覚悟を問わせてもらう。私は立った。進む道をこれと決め歩み始めた。この道は女神に剣を向けるも等しい茨の道。一つ間違えば我々は滅ぶ。だけどあなたたちも見たはずよ。大司教は獣の姿になったの。彼らは獣の力で奇跡を起こし、女神の存在を信じさせて人心を操ってきた。歯向かう者を無慈悲に殲滅し、歴史の真実を覆い隠して私たち貴族の子弟に教育を施す。私たちはそれを身をもって知っているわ。そうではないかしら。セイロス教団の勢力は強大な上、王国や同盟の諸侯をも動かそうとするでしょう。その難敵に我々は打ち勝たねばならない。人々のために、フォドラのために、私と共にこの道を歩めるというものだけが今ここで一歩を踏み出しなさい。皆の意志に感謝するわ。我ら帝国に勝利あれ。お見事でした、エーデルガルト様。ありがとう。正直に言ってほっとしているわ。皆が私についてきてくれて、たとえ一人になっても進むと決めたけれど、一人になりたいわけではない。私がいる限り決して一人にはなりません。その点はお忘れなく。それにやはり先生の存在は大きかったですな。そう。少し先生と話してくるわ。あなたは準備をお願い。伝令が来る頃でしょう。は、お任せを。先生、少し話してもいいかしら。ありがとう。私は
私は不安なの。不安で押しつぶされそう。今まさに私の言葉一つで戦争が始まろうとしている。前節の聖母への襲撃、それが時期に思えるほどの大軍が戦場へと向かっている。各地で策謀がうごめき、決断を迫り、開戦の準備が進められている。多くの将兵が死ぬでしょう。戦乱に巻き込まれる民も少なくない。戦の炎は飛び火し、ホドラ全土で犠牲者を生むに違いないわ。そんな命令を私は出しているの。あとは号令一つで戦火は燃え上がる。ねえ、そうよ、もはや後戻りはできないわ。私の足元にどれほどの血が流れようと、歪んだ教団の支配を打ち砕かねばならない。犠牲のない未来を作るための犠牲、矛盾のようだけれど必要なものよ。答えなどとうに決まっているのに、ただあなたに肯定してほしいだけね。先生、私の手を取って本当に良かったの。私と違ってあなたにはまだ後戻りできる道がある。このまま進めば大司教や教団の人たちと殺し合うことになるわ。それでいいの。本当にあなたは、ごめんなさい、愚問だったわね。私は先生を信じている。先生も私を信じてくれた。今はそれだけでいい。それだけで私は戦って行ける。行きましょう。ヒューベルトと話があるわ。陛下、本軍から予定通りに進軍中との報告がありました。それと激分の手はずも整っています。帝国は間もなくホドラ全土の諸侯に激分を発するの。セイロス教団の暗部を暴き、ホドラの民に王国や同盟の貴族の不正を突きつけて、彼らが一致団結して帝国と戦わないように揺さぶり働きかけるのよ。もちろん帝国への協力を取り付けてある貴族たちもいるわ。教団との敵対を選ぶ貴族もいるのです。断ずるべきは断じ、許すべきは許す。すでに帝国貴族の一部、腐敗した輩の粛清は済んでおります。中には我が父全く仕方がないことです。そしてそれに合わせてガルグマク大修道院を攻め落とす。すでに本軍は帝都を進発しているわ。あと2週間ほどで到着する。私たちもそれに合流するのだけれど、軍でのあなたたちの立ち位置をどうしようかと思って。そうですな、どうせ陛下も先生の軍に加わるおつもりでしょう。となると帝国の本軍に組み込むわけにはいきません。皇帝直属で戦場を自由に移動できる遊撃軍といったところが妥当かと。ええ、先生が皇帝である私を指揮するなんて表立ってはできないから。そもそも前線に出ることすら私は反対ですがね。ヒューベルト、それについては議論を尽くしたはずよ。これはこれは、失礼をいたしました。さて、そうと決まれば私たちの新たな軍に名を付けるわ。我らがアドラークラッセにちなんでシュバルツ・アドラーベイヤというのはどうかしら。先生にそう言ってもらえてよかったわ。一晩かけて考えたの。先生、あなたはシュバルツ・アドラーベイヤの出撃準備を進めてくれる。頼んだわ。Vamos a empezar una guerra contra todo el mundo.
ですか。¡Ostras! Una base provisional. Tío, pero eso puede salvar un montón de peña. ¡Ah, qué estrés! Vamos a ir para arriba. Trataremos... con Annette. ¡Hostia, está Annette también! Edelgard. La única que se ha pirado es Flynn, porque los otros los tengo. Hasta estos dos... estos... los he convencido. Pero Flynn era un una curandera muy buena, pero bueno. Tengo más que curar. それに何より先生が決めたことだから、私は先生についていきます。ベルナデッタ。引きこもる部屋がなくなっちゃった。お家に帰りたいです。あ、そういえばヒューベルトさんに聞きました。私の父失脚したらしいです。まあアン・フレスベルグで好き勝手やってましたし。あれ、そしたら父はずっとお家にいるってこと？絶対にお家に帰りたくないです。もうここにいるしかないじゃないですか。はい、かつて帝国ブリギット戦争しました。私今帝国協力する決めています。皮肉な選択ですか。私後悔しません。先生とエーデルガルト様、信じる決意しましたから。あのエーデルちゃんが皇帝になって挙兵ね。もちろんいつかは皇帝になるとは思ってましたけど、改めて考えると驚きですよね。戦争になって勝てるのかしら。敵はセイロス騎士団なんですよ。でも先生なら何とかしちゃいそう。フェルディナンド。エーデルガルトに父のことを聞いた。最小の姫テートで軟禁されていると。確かに父は欲深く強引なところもあった。あったか。それでも帝国のために尽力してきたはずだ。この仕打ちはあまりにも。先生、教えてくれ。私はどうすればよいというのだ。次のエーギル公としてただ彼女に従い戦いに身を投じるべきなのか。シュバルツ・アドラーベアか。ちょっとかっこいい名前ですよね。僕は成り行きで組み込まれただけですが、なんとなく誇らしい気分です。前皇帝は僕の父をはじめ主要な貴族たちに権力を奪われてましたから、皇位継承がすんなりいったのが信じられませんでしたよ。けどよくよく聞いたら、カスパルの父も僕の父もエーデルガルト派らしくて、軍務卿と内務卿が味方についたら軍事と財政を抑えたも同然ですからね。
いつの間にかしっかり準備をしてたんですね。危なかったぜ。あそこで修道院に残る選択をしてたら親父が敵に回ってた。いや、親子の絆がとかじゃないんだよ。本気で恐ろしい相手なんだ俺の親父。まだ魔物の方がいいくらいっていうか、親父は俺たちとは別で西側に軍を動かすらしい。王国軍と一戦交えるのか。どこまでの連中が教団の味方をするんかな。いらっしゃい。また来てくれよな。そうですね、私は一階の兵士に過ぎませんが、それでも今回の件は悩みました。生まれた時からセイロス教の教えを当たり前のように信じてきたのですから。ですが陛下の言葉は本当でした。大司教があんな姿になるなんて。クソ、やっちまった。帝国に着くなんて父上なんて言うかな。それから殿下絶対怒ってるだろうな。あの人怒るとめちゃくちゃ怖いんだぜ。俺どんな殺され方するんだろうな。想像しただけで足がすくんじまうけど、他でもないあんたの決断だ。俺はついていきますよ、最後までね。俺どうしちまったんでしょうね。怖くて怖くて仕方ねえはずなのに。そうだ、ええ、急げなさん。初めてお目にかかります。私の名はラディスラバ。エーデルガルト様の近衛兵長を務めさせていただいております。我が主は自分にも他人にも厳しいお方、冷徹に見えて劇場を秘めておられます。それゆえ誤解されることもありますが、あなたのような方がそばにいてくだされば私としても心強いです。今後ともよろしくお願いいたします。俺はランドルフ・フォン・ベルグリーズ。まだ下級だが一応ショーの身にある。わかると思うが、カスパルと同じベルグリーズ家に連なるものだ。しかし5歳の連れ子である俺の地位は家の中ではとても低く、この戦いで何としても武功を上げ母や妹のために分家を起こさねばならん。粛清された帝国貴族の中にはベストラ公の名もあったと聞きます。ベストラ公はヒューベルト殿の父親です。なのにヒューベルト殿は涼しい顔のまま。ここだけの話、兵士はみんなヒューベルト殿を怖がっていますよ。先生、紋章ばかりを重んじるこの世界を作ったのがセイロスの教義なら、そんなもの不要です。荒領事でも最短の道を進もうとする、彼女のやり方に私は賛同します。それに万一彼女が道を踏み外しそうになってもきっと先生が止めてくれる。頼りにしてますからね先生。勢いでついてきちゃったけど、本当にこれで良かったのかしら。ねえ、大丈夫よね先生。私間違ってないですよね。先生が大丈夫って言ってくれたら、私自分を信じられるような気がするんです。はい、エーデルガルトの言うことは正直どこまで信じていいのかわからない。だけどもし彼女の言葉が確かなら、味方すべきは彼女だとそう思ったんだ。だから僕はここで戦う。不安だけれどもうそう決めたよ。
Ni falta del gar por hablar. ¿Dónde está? Mi jugador. Watashi tachi wa hongun to kōryū shi, Galgumaku wo kōryak suru. Asoko wa kenshin na chi ni aru yōgai na ue, ichido mo senjō ni natta koto ga nai no. Dakara, jōhō ga sukunai keredo, mote uru chikara wo subete tsuiyashite mo seme otosu wa. もちろん数字の上では絶対に勝てるだけの戦力を用意している。ただもし数字を超えるような人外の獣の力との戦いになれば、その時はあなたが頼みの綱になるわ。先生信じているから。もちろんシュバルツ・アドラーベイヤーの指揮の方も頼んだわよ。生徒をまとめるのは皇帝ではない。そう先生、貴殿が頼りですからな。特に国を離れ帝国に味方しようという者には心の支えが必要でしょう。貴殿が皆の心の支えとなるのです。エーデルガルト様が敷いていく道、その道を皆が突き進める道しるべに貴殿にはなってもらいたいものですな。これは私の心からの願いです。Vamos a hacer los apoyos que pueda. Este, por ejemplo. Ya ni narva, ¿no? Yaru beki koto wa yamazumi na no ni, tsugi kara tsugi e to mondai ga hassei shite. Ta ma ni wa amai mono bakari tabete, ichinichi goro goro shitei tai wa.本当に嬉しい申してね。まあ絶対ヒューベルトに止められて実現しないからやらないけれど、今は無理でもいつかはゴロゴロ。今笑ったわね。そんなに私がゴロゴロするとおかしい？そう、先生の考えは分かった。まあいいわ。それより伝えたいことがあったの。その改まって言おうとすると少し照れくさいわね。ありがとう。あなたのおかげで私は私の道を進める。きっと私一人だったら心の余裕を失って冷徹で非常な皇帝にでもなっていたわ。あなたが私の隣にいてくれるおかげで私はエーデルガルトでいられるの。今まで誰一人として私自身を超えて私を指揮できる人なんていなかった。私と同じ目線に立って皇女だとか皇帝だとかを気にせずに対等に話してくれる人はいなかった。私は孤独だった。暗い闇の底から一人で立ち上がった。あなたはそんな私に差した眩しい光だったのかもしれないわね。いいですか。Ya vamos a ver Hubert con Samir。なんだヒューベルト。貴殿の弓の腕を思い出していたのです。実に見事でしたよ。それこそ軍中に立つ将の首を遥か彼方から射抜くこともできるかと。戦場で主を守る者にとっては最も厄介な相手でしょうな貴殿は。そう警戒するな。つまらん奴だ。雇い主を、君のお姫様を狙ったりはしない。だといいのですが、契約を平気で破る輩は多いですからな。それとエーデルガルト様は断じてお姫様などではない。シャミア殿、無礼が過ぎるのでは。
様をつけてブレイトは心外だな。それに心配無用だ。お姫様との契約はしっかり守る。またお姫様と。悪い癖だ。次は気をつける。ええ、そうしてもらいたい。私にも堪忍袋のというものはあります。いくらエーデルガルト様が仲間と認めた相手であっても、うっかり殺してしまいかねません。私は私で判断しているのですから。物騒だな、ヒューベルト。だが殺すなどとは軽々しく口にしないものだ。私にも私のやり方がある。契約の邪魔になれば私を消すとでも。その先は口にしないと言ったぞ。いいですか。Qué miedo dan estos dos. Vaya tela. Pues vamos a la batalla.